はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書7章テスト対策やっていきます。で、7章のスタートです。ここは三平方の定理になります。で、まずね、今回この3問やりますので、まず1回ここで動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、簡単な、まあ、三平方の定理の基礎的な部分に関しては、もう動画撮ってありますんで、この動画の一番最後にもね、そのリンク貼っておきますんで、もし三平方の定理が不安な方は、そっち見てからね、やってみてください。では、まず1番が、一辺の長さが6センチの正方形の対角線の長さを求めなさいという問題です。で、図があればね、図を、その図を使ってもらったらいいんですけど、なかったら適当にフリーハンドで、まあ、自分で書いてみましょう。もちろんなくてもね、できる方いると思いますが、まあ、正方形がありますと。で、正方形なんで、もちろん、全部6ですね。6センチ。で、今求めたいのは、対角線の長さになりますんで、まあ、どっちでも構わないんですけど、同じ長さだからね。じゃ、ここを求めたいと。で、X にしときましょう。で、まあ、三平方の定理の単元やってますんで、もちろんここ、正方形は直角になってる。だから、この三角形で三平方の定理使って終わりですよっていう問題。で、斜辺。X なんで、X の2乗イコール6636プラス6636と。で、足すと72ですね。で、2乗を取る代わりに、プラスマイナスルートがつきます。で、ちゃんとやるんだったら、プラスマイナス、ルート72。72は 36×2 なので、6ルート2になります。こうやってね。で、ただし、長さにマイナスは存在しないから、マイナスの方、取ってもらって、答えの欄には、6ルート2センチメートルと。よいしょ。これで終了となります。で、今こうやってね、三平方の定理の一番オーソドックスな解き方でやりましたけど、三角定規の比を習ってる方は、ここのね、三角形って三角定規になってるんですよ。直角二等辺三角形。長さが同じで直角ってやつ。これ三角定規の一個ね。で、ここの比は、1対ルート2って辺の比が決まってるので、今、まあ、こことここ使うとしたら、1対ルート2ですよね。だから、ちょっとおまけで書くか。ちょ、黒でいい、ごめんね。1対ルート2、これね。1対ルート2イコール6対 X って。やれば、中、外、外からかければ X でしょ。中かければ6ルート2だから、まあ一瞬で終わるんだよね。もちろんこっちの方が早いんですが、まあどっちで取っても、解いてもね、構いませんので、こんな感じでやってみましょう。で、次が、三角形の2辺。まあ、6と8っていう2つの辺の長さが分かってる直角三角形がありますと。ただし、図が書いてないんだよね。どこが6とかどこが8の指定はなくって、で、その2つの、その、なんだ、6と8を使ってる直角三角形は2つあると。2種類あるんだよね。で、その2種類の三角形について、残りの辺の長さを求めなさい。だから、これも自分で図を書いちゃいましょう。直角三角形ね。まあ、フリーハンドで。良いかと思います。で、一番想像しやすいのは6、8なんで、まあ6、8でここが X かなが、まあシンプルだよね。で、こっから行きましょうか。で、これもまあ上と同じようにやると、こっちでいいかな、入るかな。斜辺の2乗イコール6636プラス8864と。で、右辺100になります。100ね。だから、よいしょ。x2 乗イコール100なんで、2乗の2を取る代わりに、プラスマイナスルート。で、ルート100っていうのは10の2乗なんで10です。ルートなくなります。で、長さはね、マイナスはありえないので、1個の答えは10になると。じゃあもう1個の、ね、直角三角形どんな時かなって考えていくと、まあ、ここ6にすると。で、ここを8にして、下を X にすればいい。あとはこの時があります。この時ね。で、これも同じようにやっていくと、まあ、斜辺の2乗だから、8864が先にスタートね。で、6636プラス X の2乗と。入ってた。
で、これ上に行くと、x の2乗イコール、まとめると28かな？合ってるか？合ってるね。で、これまあ同じようにやると、x イコール、まあルート28。28は 4×7 なんで、2ルート7になります。まあマイナスはダメだからね。だからこの2つが答え、今回は。答えちゃんとまとめた方が、まあ分かりやすいみんなね。だから答えは10と、2ルート7と、これが答えになります。でね、このパターンでいくと、たまにね、こうなって、x8、6。だから斜辺の部分がさ、x の時、8の時、6の時はってなる方ってか思う方がいるかもしれないんですけど、これありえないんですよ、三角形。絶対作れない。なぜかっていうと、下が8の長さで、斜めが6ってなったら、こっちの方が短いじゃん。これね、作れないんですよ。で、作って直角三角形になったとしても、ここが直角になるんで、8、6X でしょ。これ斜辺8だから、これと同じだからね。そう。なので、この形ではできないんで、ここが直角の時は。だから、この2パターンしかありませんという感じ。いいかな。で、3番ですね。で、今回のこの3番に関しては、実際に、まあ、ある中学校の先生がテストで出した問題ね、そのまま使わせてもらいました。で、これ有名な図なんですよ。二つの長、あと正方形がくっついてて、何聞かれてるかっていうと、この正方形とこの正方形の面積を足したものはね、足したものに等しい一個の大きな正方形を作図しなさいとか、今回みたいに一辺となる線分を求めなさいとか、まあ、作図とはこの一辺が多いかな。うん、あとは証明が多いんですけど、で、まず、今回は一辺だけにしました。まあ、あと、説明もするけどね。付け足すけど。で、答え先書いちゃいます。この、こいつとこいつを、ね、面積を足した正方形、どこに作るかっていうと、辺じゃダメだね。線分だね。で、一応今回ね、答え2個書いておきます。まあ、1個でいいって言ってるんだけどね。自分はね、一番 BE を、これは書いちゃうんですけど、で、もしくは今回、ここだったら、DF も答えとして OK です。BE か DF。これ他もあるかもしれないですけど、もうひとまずこれだけ覚えておけば絶対大丈夫なんで、テストの時。まあ、ここだけ書いておきますね。説明長くなっちゃうんで。で、まず BE 行きましょう。ここです。つまり、作図をしろと言われたら BE 引くじゃないですか。この部分を引いて、で、あとはここに正方形書いてください。垂線書いて、まあ、同じ長さにしてみたいな。コンパスと定規使ってね。やってみてください。今回ちょっと書きませんけど。いいかな？作図だったらね。で、今から、これ、なんで BE だったら OK かっていうのを言います。で、たまに、そうなる、一辺求めなさい。その次の問題が、じゃあなぜそうなのかを説明しなさい。証明しなさい。みたいなのが来たりします。で、証明しなさいっていう問題を振られた場合は、大体辺の長さを指定してくれてる。今書いてないけどね。もし書いてなかったら、自分で左の正方形一辺 A、右の正方形一辺を B、ここも B か。で、BE の長さを C とするみたいな感じで置いてください。左も正方形、右も正方形だから全部 A だし、右も全部 B ね。いいかな？で、こうなった時に、まず、二つの正方形の面積の和。いいかな？ちょっとちゃんとした証明じゃなくて説明で書いちゃうんで、若干省略で書いちゃうけど、面積の和から出します。二つの。正方形っていうのは、縦かける横。まあ、一辺かける一辺ね、正しくは。で、面積求まるんで、左側は A かける A、つまり A の2乗ね。A の2乗。で、右は B かける B だから B の2乗なんですよ。つまりそれを足したものなんで、面積のは A 2乗プラス B 2乗で求められると。いいかな？で、今、この部分に BE に斜めの線引きましたよね。で、三辺、もちろん、長方形、正方形で直角になってるんで、この三角形において三平方の定理を、三平方を使うことによって、斜辺の2乗イコール A の2乗プラス B の2乗と。これ、まあ、斜辺だと今使ったやつね。三平方になってると。で、今、面積の和が A の2乗プラス B の2乗でしたよね。で、それが思いっきり出てくるんですよ。ここに。ってことは、今、ここ C って引きましたよね。ここの正方形をこうやって書いた場合、正方形だから、ここも C だし、ここも C なわけ。
つまり、できた三角、四角形、正方形ね。まあ、アルファベット踏んなきゃいけないけど、できた、できたり？できた正方形の面積は C×C なんで C の2乗なんですよ。つまり、できた正方形の面積 C の2乗。面積の和は A2 乗プラス B の2乗。三平方を使ったから、それ一緒だから、だから面積同じですよねっていう流れになります。いいかな。まあ、もし、まあ、ちょっとね、今説明なんでざっくりになってしまったんですが、まあ、そんな風になってるんだと思ってください。で、ちなみに、その DF ですね、ここですね。ここに関しても、結局、ここが A なんですよ、長さが。ここ B なんですよ。つまり A の2乗プラス B の2乗が C の2乗って作れるんで、まあ、こっちの方にこうやって、正方形作っても、まあ、同じようにできますんで、まあ、自分はこっち B の、こっちを使っちゃいますけどね。いいかな。で、他にも、まあ、他に正方形足して書いたりとかする問題もあったりするんですが、ひとまず今回はここを押さえてもらえればと思います。では、今回はね、中学校3年生の7章のテスト対策やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。また、チャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。